時もすっごい可愛かったけど、やっぱこのスタイリングとメイクでまた全然違う雰囲気が出て、皆さんこんばんは、スタイリストの中村里乃です。今日は、インスタで募集をしたパーソナルスタイリング企画を行いたいと思います。たくさん応募いただいて、その中から一人の女性を選ばせていただいたので、今日は登場していただいて、 ER のこちらの新作のアイテムを使ってスタイリングを組んでみたいと思います。プロのヘアメイクの福岡レイさんにも登場していただきます。お願いします。ありがとうございます。すごい楽しみな企画。ありがとうございます。それでは登場していただきます。みおさんです。お願いします。こんにちは。お願いします。お願いします。今日ER の服を着てくれて、はい、シャツとシャツは前回の SS の服ですね。かわいい。めっちゃ T シャツはめちゃめちゃ着てます。ですか、はい、普段はこういうちょっとカジュアルめ、きれいめな服が多いですか。かわいすぎるというよりかはカジュアルな感じが多いです、はいはいはい、今日はちょっとみおさんのお悩みを伺いながらスタイリングを組ませていただければなと思っているんですけど、はい、どういったお悩みがありますか。最近本当にめちゃめちゃ太ってしまって、はいはい、下半身にすごいお肉がつくタイプなので、はい、前はジーパンとかもよく履いてたんですけど、はい、あんまり履けなくってダボっとしたスタイルが多くなったので、はいはい、スタイルアップ、すっきり見える。そうですね、はい、系統としてはどういう感じになりたいとか、どういう風な服を着てみたいとかありますか。せっかくなので、はい、普段あんまり着ない可愛らしい感じでも、はいはい、可愛らしい感じで身長すごい高い。そうです、170cm、はい、あります。スニーカーが多いですか普段は。そうですね、コンバースがめちゃめちゃ多くて、はいはいはい、ヒールとかは全然履かないので、はい、今日はじゃあヒールとかちょっと底のあるものを合わせてみようかなと思います、はい、少しガーリーめなテンションも今回入れたいっていうことだったので、うん、ツイードのジャケットを作っていて、はい、ツイードジャケットって結構コンサバティブになりやすいんですけど、はい、中をこれぐらいのカジュアルなフーディにして、ここからフードを出すとツイードが着やすくなるので、こういう感じ。フレアスカートだとちょっとガーリーになりすぎちゃうんですけど、 ER の服はこういうちょっとペンシルタイプ、ストレートなタイプなのでモノトーンな感じで行こうかなと思います。いかがですか。可愛いですロゴは同じなんですけど、今回このブルーロゴ、うん、この色味にもすごいこだわって、はい、くすみのロゴが入った色をポイントで入れることで少しガーリーさも出せるかなと思っているので、このコーディネートで行こうかなと思います、はい、服がすごいガーリーでこうフーディーとかだからちょっと顔がもうすっごい可愛いんですごい美人そう。メイクもすごい上手だからちょっと抜け感があってシャレ感があってちょっとハンサムめにしてバランス取ったら可愛いかな。いつもブラウン系、ブラウンのアイシャドウしか持ってないぐらいでそうなんだ、はい、じゃあ大人っぽい髪もちょっとウエットにして無造作な感じして、でもな顔も可愛い、可愛い、可愛いんだよな。可愛いですよね、うん、好きな女優さんとかモデルさんとかいるの？エマちゃん。エマだよね。メイクはどこを一番変えれば垢抜けますか？もう一番垢抜けるって思ったらやっぱ肌結構さっきまとめだったから、はいはい、ちょっとツヤ肌にしてあげることで垢抜け感が出るのと、はいはい、あとやっぱ眉ハンサム目にしてあげることでだいぶ雰囲気が変わるかなって思います、一番難しくないですか？難しいよね。上手に描けるようになると垢抜ける気がします。ポイントポイントってなんかメイク前のスキンケアが一番大事かも。それだけでも全然肌の水分量が変わるし、ツヤ感も変わるし、ファンデの量も減るから大事。下地が大事だから、うん、下地を結構しっかり塗ってあげて、うん、結構ツヤが内側から出るから、うん、ファンデーション上から塗っても地のそのツヤみたいな感じで肌の底上げになるので、ファンデもね2種類ぐらい使うとすごいいいのかも。暗いところと明るいところ、ファンデ塗りすぎない方がいいかも。水に濡らしたスポンジをまず使って密着させてあげるとすごい肌綺麗。あとニキビとかあるからって厚塗りにしないで、とりあえずもう全部薄く作ってあげて、気になるとか後で最後にポイントで消してあげる方がいいか。肌荒れしてる時とかどうしても厚塗りになっちゃうよね。なっちゃいますよね。素肌っぽく見せるのが今っぽい肌作りかな。すっごいツヤ感
っていうわけじゃなく、スキンケア後みたいなちょっとみずみずしい肌とかになっぽいかも。暗めのファンデを取ってシェーディングって結構みんな難しいから、うん、パウダーとかでやっちゃうとすごい線になっちゃったりするんで、うん、こういうなんかファンデーション、ちょっと暗いファンデーションをこうなんかちょっと塗ってあげて、でちょっとなじませる。すごい自然に陰影つく。確かに。本当だ。顎のラインらへんが。そう。こちらがレイちゃんのおすすめの。そう、ニキビとかんで悩んでる子使ってほしい。わかりました。結構隠れる。シャドウは何系をつけるんですか？いつもブラウンって言ってたので、はい、今回くすみピンク系。大人っぽい色。そう、肌なじみが良くて、秋冬なのでこっくりした色、ちょっとマットめの色を使ってきます。そう、なんかね、マットの方がやっぱシャレ感は出しやすいかも。その色すごい使いやすい。どこのですか？これはローラメルシア。囲みってめっちゃ濃くなっちゃうんですけど、自分でやるとシャドウで囲んであげるといいかも。ラインで囲みたくてもブラウンとか使った方が。際にこのラメを入れてきます。それは茶色ですか？ブラウン、明るめのブラウンを。やっぱ黒とかよりブラウンがの方が馴染みやすくし、いい感じに陰影も出て、バランスがいいかな。初心者の方とかはブラウンからスタート。眉毛結構今回太めにしていこうかなと思って、結構眉毛で本当にみんな顔変わるから、太めのブラシで最初ガイドみたいな感じで引いてあげて、ここからプツンって眉毛描いちゃう人がすごい多くて、これもほとんどついてないようなブラシでサッ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 って内側入れてあげるとなじみやすい。中間からこう塗ってって内に向かって手のひらでパウダーを落としてあげてから最後ここなじませるとうまくいく。この細いブラシもこの後使ってない部分を埋めてってあげる。あと柔らかい眉とかも流行ってるんですけど、かっこよく意志のある感じにしたかったからちょっと太めに。顔のバランス的にもなんか眉がしっかりしてる方が似合いそうと思って立ち上げて毛流れをこう入れてあげることですっごい雰囲気が変わる。クリアとかちょっとこれはブラック入ってるんですけど、それを立ち上げるとすっごいハンサム顔に一気になるかな。眉大事、うん、切らない眉濃い人って切りがちで、うん、すごい切っちゃうの、うん、みんなモデルさんとかも、はいはい、切ると余計断面が見えて濃く見えちゃうから、はいはい、意外と伸ばして毛流れをきちんとスクリューブラスとかで入れてあげると結構綺麗に均等になるから、こういうでさ気になる場所だけ切ってあげて伸ばしていくのもおすすめ。リップは結構ツヤもマットも両方出てて、はい、でもこのブラウン系とかもすごいおすすめ。それブラウン塗るとそんな感じの色になるんですね。そう、ここ塗り方にもよるけど、はいはい、馴染ませて塗ってあげるのがポイント。手でポン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 ってすると馴染む。口をちょっとふっくら見せることでちょっと女性らしさとかも出てくるので、うんうん、上唇ちょっとオーバーに。今回応募してくれたきっかけとかってあるんですか？まずER の服が好きっていうのが一番にあって、はいはい、普段着る服も結構ワンパターンになりがちだったので、はい、なんかプロの方に着ける機会って絶対ないじゃないですか、はいはいはい、メイクもしていただけるなんて、はい、なので応募しました。嬉しい、ありがとうございます。聞きたいこととかありますか？色物が好きで、それこそピンクとかブルーとか、うんうん、1回着たら結構印象つくじゃないですか。着回しができなくって、 ER も今回結構色にこだわってて、うん、色物も出してるんですけど着回ししやすい色を作っているというか、あんま印象が強すぎない色を作っているので、スウェットとかもみんな着回しが難しいみたいに言うんですけど、スウェットとかこそ中になんかシャツ入れたりとか、タートル入れたりとか、あのアウターでも結構印象変わったりするんで、結構着回ししやすいので、ちょっと後ほど着回しのあれもポイントも説明しますね、はい、お願いします。
え、すごい可愛い。え、もう変わった雰囲気すごい。全然違う。いつもも可愛いけど、うん、こういうパターンもあるよ、うん、みたいな。顔でバランス取ってあげて、うん、なんか顔もガーリーにしちゃうと、うん、トゥーマッチになっちゃうから、うん、服ガーリーの時はちょっとハンサムめのメイクとかがおすすめかも。可愛い。似合う。すごい。似合いますか？全然違う。初めての顔です。どうですか？めっちゃ可愛い。気分変わった。良くない？新鮮。ね、新鮮だよね。はい、大人っぽい。大人っぽくなったね。だいぶ。うん、じゃあ早速みおちゃんに着替えていただいたので登場していただきます。みおちゃん来てください。あー可愛い。可愛い。じゃあ。どうですか皆さん。かわいい。めっちゃかわいい。どうですか。新鮮です本当に、はい、髪型もだし、はい、服もちょっと普段と違う感じなので、うんうんうん、新しい自分って感じで、かわいいです。髪がハンサムな感じにしてもらったのでカジュアルなものとかガーリーなものがすごい映えるので普通のスウェットとかっていうよりかはこういうフーディーをここから出すことによってちょっとカジュアルな感じに前もこういう感じでちょっとウエストをふんわり上げてあげる方が足長効果も出てすっきり見えるのでツイードジャケットもともと短めに袖は作ってるんですけど長いものだとちょっと上げてあげて中の袖を見せてあげるのがこなれて見えるおしゃれに見えるポイント。足元もクロップド丈のスカートになるのであえてこういう白ソックスを見せてポイントをつけるのがすっきり見える。腰回りが気になるっておっしゃってたのでこれちょっと長めなお尻もスポッと隠れるようになっていて腰回り全然気にならないかなと。スリットが入ってることによって足をすごい細く見せてくれる。こう見えた時とかもこのスリットってすごい細く見せてくれるんですよ、うん、足をすごい綺麗に。そうなんですよ深めにスリット入ってるのでそういう効果もあります。さっきあの色物が好きって言っていたので、うん、ちょっと今回色にこだわって ER 初の色物アウターも作ったので可愛 い、めっちゃグリーン着やすいグリーンなので、はいはい、嬉しい。めっちゃ似合ってます。ヘアもめっちゃいいですね。可愛くしてもらいます、はい、なんか全体的にさっきよりはちょっとカジュアルな感じになったかなと思います。この感じもすごい好きかも。私こっちも挑戦してみます、ね、これとかも裾を見せてあげた方がすっきりおしゃれに見えるのでこのアウターはまた着てるって思われないためにはなんかポイントというか、はい、うん、そうですね。フードを出すことによって印象が変わったりとかこのアウター前を閉じることもできるんですよ。ここだけ閉めてこうやってロゴを見せたりだとかもう全部閉めちゃってトップスのようにアウターを着ちゃう。どうしてもアウターなので上には羽織れないので中の服を出したりとか閉じたりとかで印象がすごい変わるかなと思います。普段は緑は着ないですか？着ないです。あ、そうなんですね、はい、めっちゃ似合ってますこの色。この色可愛いですね。なんかあとこのブルーと緑のこういう組み合わせとかも可愛いのでロゴで遊んだりしても可愛いかなと思います。 ER の新作は結構色にこだわっていて変わったグリーン一応カーキと呼んでるんですけど抹茶カーキ抹茶のようなカーキを作ってみたりとか私が今着てるこのハーフジップのフーディーもすごい色にこだわってこっちがくすみグリーン可愛い。そうなんです着やすい色味なんか誰でも着れる色味を作りたくてあの普段モノトーンばっかり着るとか色味をあんま着ない人でも着やすいようにくすんでいたりとかこれもちょっとグレーみがかったパープルの色を選んで作ったりとか、うん、あとここも刺繍も入ってるんですけど同系色の刺繍にしてポイントを入れました、うん、これもすごいおすすめ。パープルのベロアハーフジップの中に着たりしてもすごい可愛いですし ER はベロアのアイテム毎回出してるんですけど長袖は初めて出すんですけど前回のタンクトップとかもすごい人気でこれも多分すごい人気が出るんじゃないかなと一押しがあって、はいはい、じゃーん。メインビジュアルでもエマが来てくれているんですけどこのバイカーライダース今回のすごい一押しのアイテムになります。ちょっと着てみよう。ハーフジップと合わせても可愛いのでハーフジップと着るときこうやってちょっとジップ出したりしても可愛いかなと思ってます。ちょっとオーバーめなサイズで作ってます。今日いかがでしたか？もう本当に貴重な体験すぎて、はい、もうメイクもしていただいて、はい、スタイリングも組んでいただいて、はい、なんか普段の自分とは全然違う、はい、
自分になれたので、はい、とっても楽しかったです。嬉しい、よかった、めっちゃ嬉しい、そう言ってもらえたら嬉しいです。リーさんいかがでしたか？可愛くて癒されました。来た時もすっごい可愛かったけど、やっぱこのスタイリングとメイクでまた全然違う雰囲気が出て、うんうん、はい、可愛いと思いました。なんか透明感がすごい、もともと多分色がすごい白いんですけど、今日のこのツヤ肌のメイクとこのウェッティなヘアに透明感が出て、普段も挑戦できるように頑張ります。リアルなアイテムって今回着回しがしやすいアイテムを目指して作ってたりするので、色物もあるんですけど、さっきお伝えしたように着方で雰囲気を変えて、それ勉強になったよね。めちゃくちゃなりました、はい、今回の企画実は応募がたくさん100人ぐらい来たんですよ。実はすごい、そうなんです。私もエマも10人ぐらいかな、どうしよう。ずっと言ってて2週間ぐらいしか応募してなくて、うんうん、その間に100人ぐらい来て、その中から選ばせていただきました。インスタの写真を見て、すごいラッキー、はい、なんかすごい可愛いけど、もう少し垢抜けられそうだなと思って選ばせていただいたんですけど、うんうん、はい、なんでも来た時から正直可愛かった、めちゃくちゃ可愛かった、めっちゃ可愛かったんですけど、今またすごい雰囲気変わって、さすがですね、レイさんのメイク。いやいや本当にこれ絶対買い。可愛い、めっちゃ似合うんだもんこれ。黒とブラウンと3色一応あるんですけど、今回はお一人選ばせていただいたんですけど、好評であればどんどんやっていけたらなと思っているので、募集をかけますので、その際はぜひよろしくお願いします。それではありがとうございました。ありがとうございました。またね。ありがとうございます。